や。戻れ。全く思ってないでリス。服装もインチキ臭いセバスの野郎。なんで思ってないでリスや。水。いえ。水。はい、どうぞ。ありがとうズラ。先を越されたでリス。ウィスパーのソフトクリームズラ。そのこれは早く食べないと溶けちゃうズラよ。これは小町郎様の分でリス。逃げる。今小町郎には食べさせないと思ってたズラ。今すぐ持っててあげるズラ。待たれ、コマさん勝者は。どっちでもいいズラ。二人ともありがとうズラ。では私がただいまの試合ご主人様のお喜びようから判断した結果、勝者はウィスパーだね。よし。ここまで2勝1敗、ウィスパー選手と花子人選手が並んでおります。なぜこんな奴が2勝も。今回のご主人様はこちら。私がジャッジしてあげるわ。最終試合はパーティーの準備。ご主人様に似合う服を選んでこそナンバーワン羊と言えましょう。この勝負に勝って豪華賞品をいただくでリス。ご主人様、こちらならいかがでしょう。あなた、私に恥をかかせる気。リス、こんなドレス絶対にダメでございますって言おうとしてたんですよ。今すぐ私が素晴らしいドレスを。結構よ、自分の服は自分で選びたいの。この勝負、余計なことをしなかった花子人の勝ちね。そんな。優勝は花子人選手、花子人がナンバーワン羊です。ミス。それでは優勝記念にご主人様と一枚。ハゲハゲ。ん？いやー！全然でかい！勝者はウィスパーよ！へ？優勝はウィスパー選手に決定いたしました。よっしゃー！おめでとうございます。ミス。これでケイタ君も少しは私を見直すでミス。ところで豪華賞品は何でミス？そろそろ到着するかと。ウィスパーさんには執事として最も栄誉ある仕事、エンマ大王様の執事になっていただきます。え、エンマ大王様の執事。エンマ大王様は妖魔界のトップオブトップ、その執事は執事界のトップオブトップということになりましょう。執事界のトップオブトップ。今すぐ妖魔界に出向き、思う存分執事としてお使いください。ミス、あ、先にケータ君のとこに寄ってってほしいでミス。これからは二人一遍に面倒を見るから私も忙しくなる。手伝えないと。何をおっしゃいます、エンマ大王様の執事はもちろん専属執事、人間界に戻ることなどはありません。ミス、じゃあケータ君はもう二度と会うことはないでしょう。え、二度と会えない。ナンバーワン羊として皆の憧れの的になれるのですよ。迷うことなどないでしょう。ナンバーワン羊、みんなの憧れ。さあさあ、ご主人様をお待たせするわけには参りません。私、羊界のトップオブトップじゃなくてもいいでミス。なんですと。私のご主人様はケータ君でミス。ケータ君。ウィスパー、この妖怪は。はいはい、ノガッパぐらい覚えてよ。そうです、ノガッパ。てか、それでも執事。ミス。やっぱりケータ君の執事が一番でミス。